10月8日木曜日夜8時を回りました。ロボッツロッカールームを今シーズンから担当いたしますムチ鈴木です。この番組では国内男子プロバスケットボール B リーグに所属する茨城ロボッツの魅力をたっぷりとお届けいたします。ロッカールームというタイトルの通り、コート上では見られない選手の素顔やチームの裏側にどんどん迫っていきます。ムチ鈴木参りたいと思います。 Here we go! ロボッツロッカールームティップオフ。改めましてこんばんは。ロボッツロッカールームパーソナリティ、そして茨城ロボッツホームゲームでアリーナ MC も務めておりますムッチー鈴木です。先週から始まったロボッツロッカールーム、まあ、先週はね山谷社長ということで、私も緊張感、あの威圧、すごい圧を感じてですね、もうスタッフからもうちゃんともっとムッチーさん明るくって、いや無理ですよ山谷社長目の前にして、あの圧を感じてどう明るくするのね、えもう本当に大変なんですけど、まあ今日はね、あの選手が、いらっしゃってるんで明るく元気にいきたいと思います。それではロボッツロッカールーム最後までお付き合いください。この番組は新製品が安いケーズ電機の提供でお送りします。ロボッツロッカールーム本日のゲストはこちら。こんばんは、茨城ロボッツキャプテンポイントガードの平松信です。イエーイ、ブー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 キャプテン来ましたよ皆さん。いやこんばんは。こんばんは。いやもうね、あのお待ちしておりました。 ありがとうございます。もう先週がもう山谷社長でも本当どうなることかと思ったんでもよかったですもう先週いらしてくださっても安心しました。今週もね社長だったらどうしようかと思ったんでねよかったです。さあそれでは早速こちらのコーナーから行ってみましょう。ムチーアイ出ました必殺技。もうね、あのこのコーナーでは放送の直前に開催された試合を選手に質問をぶつけながら振り返るコーナーなんですが、私ムチ鈴木の視線からもうこのね気になったところどんどんぶっこんでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。今回は開幕戦群馬クレインサンダーズ戦について聞いていこうと思います。まあ、山谷社長が先週北関東ということで気になるチームに挙げていたもちろんライバル群馬クレインサンダーズなんですが、まずねあの試合をした感想といきたいんですけど、その前にやはりキャプテン、はい、あのコロナ禍が、はいね、あのこんな中での試合無事に B リーグ開幕しました。もう今のお気持ちいかがですか。はい、率直に、皆さんの前で、バスケットができることっていうのは非常に嬉しいです。コロナの間ってキャプテン練習はしてたんですか。そうですね、茨城ロボッツはあのユードマアリーナっていうのがあるので、うん、そちらで、まあ、時間だとか、人数制限をかけて、自主練っていうのは、できてました。うん、はい、ご本人パーソナルとしては自分でこう何かあの動けない時とかっていうのは筋トレとかなんかやられてたりしたんですか。そうですね、あの外に出られない時は、まあ、家でこうトレーニングであったり、まあ、トレーニングもやっぱりこう器具がないので、うん、まあ、腕立てだとかで、自分はあの子供が3人いるので、うん、重さを変えながらこういろんなこう抱っこしながらトレーニングだとかなるほど、いろいろこう試行錯誤しながらやってました。なるほど、鉄アレ買わなくても、そうですね、ね、はい、お子さんでというね、はい、あの工夫ですけどねまあそんなコロナを明けてというか、まあ、まだコロナ禍ではあるんですが無事に開幕しました。はい、さあぶっこんでいこうと思います。群馬クレインサンダーズ戦、開幕戦はアウェーゲームということになりましたが、ゲーム1、まあ、コンディション不良ということで、まあ、ベンチからのスタートというかベンチで試合を見る結果になりましたが、今シーズンのロボッツ、ご自分でベンチから見てどんな印象でした。はい、僕自身が最初、まあ、キャプテンになって掲げているのが、うん、掲げている目標っていうのが、まあ、常に前向きに戦うチーム、っていうのを、まあ、形成したいと思ってまして、まあ、そういった意味ではまだまだ このチームは、戦うチームには慣れてないのかなっていうふうには思ってて、でそれをまあ旗から見ることによってあのより感じれたのかなっていうふうには思ってます。うん、そんな中こう出れないもどかしさっていうのはあったんですか。はい、もちろんやっぱりこう
ね、皆さんにこう迷惑もかけてるしチームメイトにも迷惑かけて、まあ、自分自身が出られない分、まあ、本当にこう旗から見た感想だとか、思ったことっていうのを率直にこうチームメイトには伝えるようにしてました。まあ、第一戦がね落としてしまったことによって我々ブースターは第二戦どうやって修正してくるのかっていうのが一番の注目ポイントだったんですが、まあ、この試合前ゲーム2の試合前どんな指示が出てたんですか？そうですね、あの本当にこうゲーム1で、明らかに、自分たちが負けていたのがリバウンドのところで、約、11本のリバウンドを負けてまして、はい、まあ、そういった意味でもやっぱりこうリバウンドで、2戦目は、必ずプラス自分たちがまず勝る、でまたターンオーバーを減らすっていうところでしっかりとこうフォーカスしてやろうっていう話にはなってました。うん、そしていよいよ平尾選手、はい、初登場なわけじゃないですか今シーズン、はい、ゲーム2どんな意気込みだったんですか？そうですね、本当にこうゲーム1を旗から見ることによって自分がこのゲーム2で何をしなければいけないのかっていうのは明確にもなってましたし、そういったところもしっかりとこう踏まえてコートには立つ準備をしてました。うん、そんな中皆さんがねやはり一番気になっているとこムッチーズアイズバリ肉オーダー、はい、第2クオーダー6分半ほどありましたが、まあ、スコア動かずもうねあの茨城ロボッツの得点が22のままずっと立っていくんですけど何があったんですか？そうですね、本当にこうこのチームが、今本当にこう改善しなきゃいけない部分っていうのが、うん、やっぱりここで言うと本当にこう群を抜いて得点の取れる選手がたくさんいるんですけども、やっぱりこう悪い時にやっぱりここで戦ってしまうっていうのが今のロボットの現状、うん、やっぱりこうチームで戦ってる時ってボールも人も動きますしディフェンスとしては非常にこう守りにくいんですね。でまたこうノーマークになる選手がいて、うん、さらにこう得点能力のある選手がたくさんいるので、そういったことをしなければいけないんですけども、やっぱりこう点数が取れない時間帯が増えていけば増えていくほど自分がやらなきゃいけない自分がやらなきゃいけないっていうこう悪循環になって、でまたこうノーマークではないので点数も取れなくて、でまたこう悪循環が続いてるので逆にこう走られてっていうのが今のこう今のチームの現状ですかね。うん、まあ、タフショットというのがね、そうですね、こう目についたこの6分半でもあったんですけど、実際ご自分で6分半あの得点取れなかったとかっていう経験はありますか？うん、キャリアでいうとないですね。はい、まあ、そんな中みんな焦ってそしてタフショットに行ってみんなバラバラにというところでは、はい、まあ、今言われたようにねこうやはり修正しなきゃいけない、そんな中での、まあ、2クォーターということで5分切ったら90秒間のオフィシャルタイムアウトがあるんですが、はい、その時どんな指示が出たかっていうのを覚えてますか？そうですね、まあ、僕自身もそうですし、まあ、リッチコーチも言ってるのが、はい、とにかく人のために動く、うん、アンセルフィッシュっていうのをテーマにやってるので、まずそこではアンセルフィッシュに、誰かのために動きなさい、ボールと人をしっかり動かしなさいっていう指示が出ました。うん、なるほど、まあ、その指示もあってもうやっぱりこうちょっとずつ縮まってって逆転まで行くじゃないですか、はい、やっぱその指示は聞きましたか？そうですね、本当にこう自分たちが何をしなければいけないのかっていうところをまずフォーカスすることによってやっぱりこう逆転までつながったと思うので、そういった意味ではすごくこうリッチコーチの、指示っていうのはすごく素晴らしいものだったと思います。なるほど、まあ、そんな中でこう先ほど出たリバウンド第一戦ゲーム1では、まあ、差が開いていました。ゲーム2はいかがでしたか？ゲーム2は約イーブンに持ってこれたので、うん、まあ、リバウンドの面では、非常にこう戦ってたのかなっていうふうに思ってるんですけど、はい、やっぱりこうゲームを通して自分たちはリバウンドでも勝らなければいけないですし、うん、ターンオーバーの数も相手よりは少なくなくてはいけないので、うん、そういった意味ではまだまだこうイーブンっていうところはまだまだなのかなっていうふうに思ってます。なるほど、まあ、ターンオーバーの数でいうとちょっと我々ブースターも気になるところっていうものもありましたし、あとは相手のスリーポイント、はい、まあ、小牧選手だったりこうフリーで打たしてるところが結構あったんで、まあ、ここをチェックできて相手のシュートを止めれれば、まあ、伸びしろというか、はい、次回こそ我々いけるだろうっていうところはやっぱりねブースターも思ってることだと思うんで、はい、ホームはこれは絶対何としてもそうですね、ね、はい、あのまた万全な状態にしてそしてまた戦ってほしいなって思いますし、はい、はい、
で実際ですね、群馬山谷社長も言ってました、あの北関東でのライバル、もう本当に優勝するにあたって群馬クレインサンダーズというライバル目の前にいる、そんなことを言われていた群馬クレインサンダーズが開幕にやってきました、はい、やってみて実際どうでしたか。はい、本当に群馬のヘッドコーチはその年その年にやっぱりこうそのチームに合ったフォーメーションであるとかシステムっていうのを持ってくるのがすごく上手なので、だからこそやってることが去年ともやっぱり全く違いますし、そういった意味ではすごくこううまいな、チームを作るのはうまいなっていうふうにまあ旗から見ては思いましたし、あとはやっぱりこう外角のシュートですよね、シュート確率っていうのが非常に良かったので、そういった意味ではそこを抑えればっていうふうには思うんですけども、まだまだやっぱりこうフリーで打たせてしまってる、もうちょっとではなくてまだまだフリーで打たせてしまってるので、そういったところはやっぱりもっともっとこうチームとしては改善しなきゃいけない部分、シュート確率をやっぱ落とすためにも自分たちは全員で足を使わなければいけないですし、でまたこのシュート確率がいいので、うん、1本でも2本でも外れたボールリバウンドっていうのをやっぱり自分たちのものにしなきゃいけないので、そういった意味では、まあいい勉強になったなっていうのが、うん、はい、実際のところです。そうですね、今キャプテンおっしゃっていたようにこのいい勉強になったっていうところでは立ち位置が、はい、もうはっきりしましたよね、はい、群馬を破らなければ優勝はないっていう、もうブースターさんも結構ね SNS で書いていたんですけど、まあ我々も群馬を破ることに必死になって、そして修正点改善点も結構見えたんで、はい、まあ、これは我々にとってはこう、まあ、今キャプテン言われたようにいい勉強になった、はい、もう次が楽しみですよね。そうですね、はい、まあ、本当にこう戦うところっていうのがどこにフォーカスすればいいのかっていうのは分かってるので、うん、しっかりそこに向けて練習をするだけだと思います、はいはい、さあ皆さん、これねキャプテンがこうおっしゃってるんで、我々ブースターは後押しをするだけです。よろしくお願いします。ケーズ電機プレゼンツロボッツロッカールーム、ケーズ電機プレゼンツロボッツロッカールーム、パーソナリティそして茨城ロボッツのホームゲームでアリーナ MC を務めておりますムチ鈴木です。今夜はこちらの方とお送りしています。こんばんは、茨城ロボッツキャプテンの平尾敦信です。さあキャプテン、続いてのこちらのコーナー一緒に行ってみたいと思います。マッチアップクエスチョン、ありがとうございます。ナイスなリバウンドさあこのコーナーではご出演いただいた選手に私ムッチー鈴木がマッチアップして気になった質問をぶつけていこうというファールギリギリのコーナーです。選手の懐にどんどんカットインしていきたいと思いますので、24秒で短くお答えいただきたいと思います。そうです、24秒といえばもうバスケットでね分かるように、はい、もう24秒バイオレーションですからね、はい、さあそれでは準備の方は平尾キャプテンよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。参りたいと思います。マッチアップクエスチョンスタート。第1問、バスケットボール選手にとって一番必要だと思うものは。思いやり。おお。第2問、広い視野が求められるポイントガードですがプレイ中どこを見てますか。ディフェンス。おお。第3問、キャプテンとして意識していることは。コミュニケーションです。第4問、水戸でよく行くお店は。ステノグループさんの頑固屋です。おお、頑固屋。で、お早いな。ショットクロック、バイ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 、よろしくということでですね、まあ4問でしたけど、はい、まあ、ちょっと最後ね1問あったんですけど、ギリギリでしたねもうね24秒経っちゃいましたけど、じゃあちょっと第1問からいきたいと思いますけど、はい、バスケットボール選手にとって一番必要だと思うもの、はい、これ来ましたね、はい、思いやり。思いやりです。これ子供たちにもね必要だと思うんですけど、はい、どうですか思いやり。そうですね、やっぱりバスケットって個人競技ではないので、うん、はい、やっぱりこう仲間がいて、うん、相手がいて成り立つ競技なので、やっぱり自分勝手ではいけないですし、でまたこうバスケットって特にこう短いコートを走り回ってるので、うん、やっぱりこう疲れるんですね、うん、ディフェンスもオフェンスもやって、うん、でもやっぱこう疲れた時こそこう仲間にこういいパスを出してあげるだとか、
ディフェンスの時に誰かが抜かれた時に俺がカバーに入ってあげるようだとか、うん、そういったところが非常に大事になってくると思うので、そういった意味でも思いやりが大事かなと思います。なるほど、トランジションのね、あの早いところでもう、あ抜かれたよろしくみたいな、そういうことなのかなと思ったらいや違う、俺がカバーしてっていうところで、はい、やっぱさすがそこキャプテンですよね。うん、いやバスケットボールやっぱ大事ですよね、はい、うん、ということで思いやりいただきました。そして、2問目、広い視野が求められるポイントガードですが、プレイ中どこ見てますかっていう、ね、はい、これはディフェンス、はい、ディフェンス見てるんですか。そうですね、本当にこうノーマークになる選手って、うん、なかなかいないんですけども、はい、そのディフェンスが少しずれたタイミングでボールを出してあげるためにも、うん、やっぱり味方を見てると一つ判断が遅れるんですね、うん、あ空いたからパスではなくて、うん、あ今ディフェンスが剥がれたな、じゃあパスを出してあげよう、まあ、リードパスってよく言うんですけど、うん、そういったところをやっぱりこうポイントガードとしては重要な、考え方なのかなっていうふうには思ってます、うん、まあ、これちょっと突っ込んでいこうと思うんですけど、私もポイントガードやっていたので、はい、こう目の前のディフェンスと、はい、あとはあの相手味方がこう剥がして、で、まあ、剥がすというのはディフェンスから離れた動き、はい、それがもう本当に0コンマ 0. 何秒で動く、はい、そのフリーの選手2人のディフェンスを見なければいけないじゃないですか、はい、ここってもう自分の目の前のディフェンスよりもやっぱりパスをする方のディフェンスを見たりしてるんですか。そうですね、僕の考えでは、はい、パスを出す人のディフェンスを直接視野で見て、はあ、自分の目の前の敵は間接視野で見てます。いや出ましたね、間接視野、はい、なんとなくっていう言い方はこう一番聞いてる方には分かりやすいんですけど、実際やってる方はもうそれが体に身についてるんですもんね。なるほどね。いやでもそれって皆さん、あのなんとなくっていうのは簡単なんですよ。ただ練習してないと本当あっという間に取られてゴールにポンって行かれちゃうのがポイントガード、はい、もう後ろいないですからね、はい、いやでもそんなポジションやってるんですもんね。そうですね、いやすごいですということでディフェンス、はい、なるほど、自分のディフェンスではなくパスをする側のディフェンスを見てということですね、はい、勉強になりました、ありがとうございます、はい、さあそして第3問、キャプテンとして意識していることは。そうですよキャプテン、はい、これ今年からキャプテンということで。そうですね、はい、うん、意識していること出ましたね。これお答え何でした。コミュニケーションですね。ねえ、はい、カットですよいい言葉はもうカットカットもなんかキャプテンっぽいな。いやもうここ意識してるっていうの。そうですね、まあ今までもそうなんですけども、はい、やっぱりまあポイントガードっていうとこ、こともあるので、うん、しっかりとこう周りの選手たちとコミュニケーションを取るっていうのは非常に大事なんですけど、はい、まあ、今シーズンは特にキャプテンっていうこともあるので、うん、まあ、コミュニケーションっていうところと、あと一つ加えて、うん、一人一人への接し方を少し変えてます。お、なるほど、はい、ちなみにあの僕の記憶が正しければなんですけど、はい、広島時代もキャプテンやられてたじゃないですか、はい、やってました。その時と今茨城ロボッツキャプテンになられて、はい、なんかこうちょっとした変化とか、あのこれ違うなとか、いやこういう風に変えてみようっていう、まあちょっとずつこう経験を重ねた平尾キャプテンなんですけど、はい、今回キャプテンになってみてこれやってみようっていうのあったりしますか。そうですね、やっぱ広島時代はやっぱりこう、うん、アップアップになってしまって潰れた部分で、またこう、うん、若い選手でまたこう素晴らしい選手に囲まれてたので、うん、やっぱりキャプテンっていうのがふわっとした印象でしかなくて、でまたやっぱりこうプロの憧れのプロの世界でキャプテンをするっていうことは非常にこう僕にとっては荷が重くてですね、はい、なのでこう潰れてしまって、まあ、自分自身はもう失敗って言ってるんですけど、そのなんか悪い言い方で言うと、なんか着させられた感じ。そうですね、はい、着るべきして着てないなっていうイメージですかね。なるほど、はい、で今回はどうですか。はい、まあ、その経験もありますし、うん、でまたこう自分自身もこう年を重ねていく上で、うん、いろんなこう経験でまたこういろんなプレイヤーを見てきた中で、はい、やっぱこういうタイミングで、こういう責任を、背負うことができたので、うん、まあ、今となっては本当に非常にこう、やる気に満ち溢れてます。なるほど、はい、このやる気我々も受け取っていきましょう。さあそして第4問、これ私からの質問なんですけど、水戸でよく行くお店は、はい、ね、教えてほしいなと思ったちょっと教えてほしいなと思ったんなんですけど、はいはい、こちらはステノグループさんの頑固屋ですね。頑固屋さん、これ何屋さんなんですか、はい、
これね、なんていうのかな、何料理っていうんだろう、まあでも本当にいろんなもんがあって、郷土料理的なもんなんですかね、みたいな感じなのかな、もう本当にこう非常にこういろんなメニューがあって、わ行きたい、むちゃくちゃ美味しいんですよ。本当ですか？いや、はい、もう今むちゃくちゃっていうの今日一番目開いてます。むちゃくちゃうまいです。ちょっと待ってください。もう今週末僕行こうかな。僕まあそうですね。僕のおすすめはホッケですかね。ホッケ、はい、いや大好きです。プリプリです。いやもうちょっと待って、余談出てきちゃった。ダメですよ今飛沫ね、ちゃんとマスクもしてるんですけど余談出てきました。じゃあちょっとゴンクルさん行ってみよう。ぜひぜひ行ってください。もう一問実は用意してたんですけど、はい、まあ、ショットクロックバイオレーションだったんですけどね、はい、あのブースターに試合で見てほしいところっていうのを用意してたんですけど、はい、どうですか？そうですね、まあ、本当にこうチームの戦う姿勢ですかね、はい、やはりこう昨シーズン、まあ、僕がこう在籍した、中でも、はい、ちょっとやっぱりこう流れが悪い時である、うん、試合の中でも流れが悪い時であるとか、こう負けてる時っていうのは、うん、こう空気が悪いじゃないですけど、うん、負けてるチームの雰囲気っていうのがやっぱりこう、うん、はい、にじみ出てたんですね。なるほど、はい、でそういうところをやっぱり、まあ、僕自身がキャプテンになったっていうところもあるんですけど、うん、そういったところからこうちょっと変えたいなっていうのもあるので、うん、やっぱりこうどういう状況であっても戦う姿勢、うん、最後まで諦めない姿勢っていうのをやっぱり見てほしいですね。なるほど、チーム力ってことですよね。そうですね、はい、まあ、それもね、キャプテンが意識しているチームというところではみんなでっていうね、はい、うん、そういうのをやはり感じ取っていきたいと思います。まあ我々ブースターはもう応援するしかないんで、はい、はっきりしてますが、はい、もう今シーズンもうホーム開幕で始まってはいますけど、まだ茨城ロボッツブースターとしては始まってません、はい、いよいよ今週末です、はい、今週末についての意気込み一言だけいただいてもいいですか？はい、必ず勝ちます。お、はい、力強い言葉いただきました、ありがとうございます、そんなね、ヒロキャプテンなんですけど、来週は、楊天翼選手がお越しいただけるようなんですが、まあヒロキャプテン、楊天翼選手に何か伝えたいこととかあります？はい、そうですね、何でもいいですよ、僕拾ってこう膨らまして、はい、ね、それが1位を10にするかもしれないんですけどあれやめてこれやめてとか全然そういうのでもいいですし、はい、そうですね、なんか僕の聞いた話によると、はい、天翼さんはシーズンが始まるとささみしか食わないらしいんですよ。え、本当ですか？はい、で、いやでも僕の見てる限りでは本当にささみしか食べてないんですよ。練習前練習後とか、はいはい、ずっとかじってるんですよ、だからそんなにこうささみばっかり食べて大丈夫なのかな。本当ですか？ちょっとシーズン終わりもうちょっとなんかガリガリになってるんじゃないかと心配になりますけど、ちょっと本当なのかなってとこ聞いてほしい。なるほど、はい、いやすごいちょっと聞きたい、もう今電話したいですもん。ありがとうございます、伝えておきますんで、来週ぜひねヒロキャプテンも聞いていただければと思うんですけど、私ちゃんと伝えたいと思います、はい、というわけで、今週のゲストは茨城ロボッツ新キャプテン平尾篤信選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。応援してます。